ます。本日ヤマトホ377日目でーす。377日も経ったんですか、もう今日。あ、そうです、377日目ですね。もう1年超えて長いですね。もう長い、ゾウさんの鼻より長いじゃん。キリンの首より長いですから。超えてくんなって本日はですね、野峠というところを目指していきたいと思いますんで、野峠を越えたら彦さんがありますんで、来た、とりあえず今日はね、野峠まで行きたいと思いますんで、頑張るぞー、いやー、もうでももう少し終わってしまったらもうの後はもうないからね、線越えが。いやもう線越えなくてもきついのはきついやん。まあ確かに、ね、うん、問題なのは道のりやもんね。道のり、もう人が登ってない山は標高低かろうがきつい。なんかすごい山ができる人みたいな顔になっとるよ。ありがとうございます。俺もガイド的なことできるんかもしれない、ね、遭難するやろうね。あ、いかいかいか。でもなんか村人でなんかそういうのもやりたいけどな、うん、とりあえずうちの北九の骨使って仕事もらうけど、うん、俺もそれでね営業行ったことあるから。なんか言いよったな、北九州の営業行ってギャラがないんだよね。ギャラがあの串カツだ5本。今年はないその営業。あ、いやでも同じ人からもう村人で来てくれんかみたいな。さすがにもう今年は5本やないやろ。いやいや今年は8本や。8本や。来たんじゃない、犬ヶ岳の駐車場に。来ましたね。とりあえずは、ね、昨日も来ましたけど、ね、前戻ってきたの。はい、登りますよ、また。よっしゃ。よし、行こう。行きましょう。よし。さあ、道がすごいね。横のね、川はね、うん、景色いいんやけどね。うん。あ、こんにちは。こんにちは。あ、あ、え、三浦さんだ。すげえ。三浦さんや。久しぶり。いや、お久しぶりです。ありがとうございます。すげえ。メゾンの佐田岬へようこそ。海の幸のブイヤベース仕立てでございます。おいしい。今日はたまたまですか。いや、狙ってきたんです。あ、嬉しい。この前も、どこでやったんですか。ヤバキあたりで狙っていったんですけど、ちょっと一日違いで。わー、ごめんなさい。海村さんのお子さん、子供と子供の友達です。いや、でもすごいですね、子供も登るんですか。山登ってんですか。鎖巻いてきたんです。上まで行ったんですか。上まで。うわー、行けなかったですよ、彼。登りましたから。いや、まあまあ、ざっくりだから。いやー、嬉しいなー。またお会いできたの、ありがとうございます。いやー、嬉しい。まあ、残り少ないですけど、頑張ってください。頑張りますんで。ほら、カメラ見て。手振って。首折れるよ、ほら。映るよ。いやー、嬉しいねー。4ヶ月ぶりの再会。すごいなー。会いに来てくれたってのは。すぐ分かったよ、もう。来ましたよ。分岐点。さあ、ね。現在地からね、あ、野峠まで4キロですね、約。いやーきついけどね、山道の4キロ。もうここから先マジで進むしかないからね。進むしかないね、うん、いきなり登りですね。あー、あら、ちょっと開けてきたよ。あ、来た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 。一度だけありましたね、看板やりましたよ。見て、一度だけより望む彦さんって。彦さんが見えるってよ、来た。あそこ、あそこじゃない。もやがすごいけど違う、あれじゃない、あの奥じゃないね、向こうほら、ある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 、あれあれ高いね。あの一個だけボコって高いとこね、てっちゃんが一回登った山。彦さん、彦さん、今日とりあえず一番高い標高のところまで来ましたんで、あ、ここから先はね、もう野峠も全然降りますんで、そうそう、降りた先なんで、はい、よいしょ。何回こうやって下山してきたんやろうな、今までの間。うん、1万回以上やもんね。お前平気で嘘つくな。あんまはしゃいじゃダメよ。うん、小村君は下山の時は本当にこう安全第一で。簡単にないやん。俺もこの年で怪我なんかしたくないから、マジ。怪我しないことはもちろん大事。大事でしょ。大げさというか。はぁ。もう変なとこにちゃちゃ入れ出してやないか。小村君はこう最近太った。あら。最近太ったよ。歩きよって太ることってあると、うん、オーディションの時は、うん、75キロなのよ。で、ヤマトを参加して、うん、すぐ痩せたのよ、ストレスで。あ、もう気の使いすぎで、で、今気使わなさすぎて76キロなった。腹が出てるってこと。腹も出てきたんやない。嘘。ちょっと、じゃあ見てもらう。しっかりと見た感じ太ってないから、ここを見た感じ、うん、ああ、そんな。いくよ。うん、あっ、あっ、あっ、腹踊りできるやろ。よいしょ、よいしょ、し
下村温度、下村温度。面白いこれ。大丈夫でももうすぐでね、今日の目的地の野峠にはね、行けそう。お、だから明るいうちには行けそうよ。あ、あ、見てほらほら。ここに降りるんよ。あ、野峠。看板が野峠口。やっと野峠着いた。あ、お疲れい。本当お疲れ。あ、じゃあ今日はちょっとできるだけ彦さん方面に近づきましょう。行きましょう。はい。よっしゃ。行きましょう。彦さんからさ、てっちゃん通った道戻るわけやけど、でも俺の旅九州一周の旅やろ。九州一周で皿倉山からスタートしたよね。皿倉山で言ったらまた彦さんを通って、佐賀の方を抜けてったわけやろ。そう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 。でまた今から彦さんに戻るわけや。戻るよ彦さんに。それ彦さんがゴールじゃないの。あら、あれは騙されとるな俺ずっとでしょ。九州一周は彦さんでおしまいやもんね。そっか。だから旅の一周はそれはもちろん皿倉山やけど、九州一周となると彦さんやから、まあそうやね、まあロスタイムみたいなもんやな。1年間騙されとったのなんかいろいろ見えてきたね。なんか自販機が、自販売機やね、明かりはね。来たよ。もう自販機があるようなところまで来れたよ。来たね。ねえ、あれってことはここが武前坊の、武前坊の、地下街ですよ、このっていうことはよ、てっちゃん。え、あ、そうか。来ただけ、防雲台から。そうそう、防雲台もこの上。ここに降りたってことはもう、俺一回、そうやん、ここ通っとるやん、じゃあ。いや、そういうことは？じゃあもう俺、二周目っていうか、そうやね、もう一周しとるね、もう。タイトル通りのことはしたってこと？できましたね。いやー。まあ、ゴールに着いたわけじゃないけど、九州一周が終わったと。そう、終わりました。お疲れ。いやー、ありがとうございます。どうよ、兄さん歩いてみて。やっぱ人間、不可能なことないんだなって、やっぱすごい思いましたね。まあ、とりあえずでも、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。